生堂の勝利先生か。千眼軍が我々を監視してる。今は非常時だ。先生も軽率な行動を控えた方がいい。非常時？ああ、絶雲の間の仙人が動いた。何かするつもりだ。避難しに来たのか。おそらく七星のうち数名が迎えに行った。まあ迎えというか、仙人たちを止めるというか、双方とも強気に出てるから膠着状態なんだ。こうなるのも必然か。仙人たちが重要視するのは元神との契約だけだ。彼らが強引に攻めるならきっと止められないだろう。だがリーゆえ七星が動かないわけがない。彼らが強気に出たせいで人間と仙人の間にある矛盾点が一触即発の状態を作り出したんだよ。それでどうしてファデュイが非難の的に？全部あの行幸のせいだ。嵐が来ようとするときこそファデュイの動向を徹底的に把握しろってさ。チッ、今さら俺らの行動を制限するって。七星も大したことないな。とにかく勝利先生は孔子様の協力者だ。弱みを握られないように行動してほしい。どうやらリーユエコーの様々な矛盾が限界に達したみたいだな。それは特殊な中立的立場から仲裁したいのか、それともお前個人の武力で何かを変えたいという意味か。どちらにせよ簡単ではないだろうが。あ、そうだ勝利先生、王城堂も巻き込まれて今千眼軍と対峙してると聞いたよ。まずい。私は王城堂に戻らせてもらう。風同士がうまく対応しているといいんだが、トラブルはごめんだ旅人。一触即発の爆発を止めるより新刊はどこにあるかお前も考えてみるといい。ふう、ファデュイと仲良しになるとメリットもトラブルもつきものだな。それで勝利が言った新刊ってなんだろうな。なるほど、確かにこういうトラブルを楽しみにしてるやつといえばあいつしか思いつかないもんな。きっとみんなが忙しい時を狙って悪いことしてるぞ。でもどこに行けば会えると思う？こういうどこもかしこも混乱に陥っている時、彼はどこに行くんだ？
わー、ここが黄金屋か。見た目も立派だけど中はもっと豪華だな。しかもあちこちモラだらけだ。テイワットのモラが全部ここで作られてるなら少しくらい失敬してもバレたりしないよな。罠だったのか。危なかった。助かったぜ。もらえなくても至近距離で眺めるのは大丈夫だよな。できれば中で眠りたいな。モラのお布団、いい夢が見れそうだ。そうだ、大事な用があるんだった。にしても静かすぎないか。先祖の亡骸は大事なものだろ。あれ見ろ、なんだあれ。嫌な予感がする。早く先祖の亡骸の状況を確認しよう。案内人としての使命を果たしたのに、なぜ自ら家中に飛び込むんだい？誰だ？君たちがファデュイなら女皇から報酬をもらえるかもしれないが、残念ながら今の君たちはただの邪魔者だよ。どこから話そうかな。遠回りは俺のスタイルじゃなかったんだけど、まさかリーウェイに着いた途端に元神が死んでその亡骸まで隠されるなんてね。でも君たちの操船儀式のおかげで面倒事になる前に情報をつかめた。モラの製造を止めてまで先祖の亡骸を隠すだなんて、七星も本気だな。まさかお前も神の心を狙ってるのか。ファデュイの第11位の執行官として俺は氷の女皇の意志に従う。女皇が欲するものは必ず手に入れる。誰かの許しはいらない。本気なら俺を止めてみろ。取引や駆け引きの時間は終わった。小細工を使うのは好きじゃないが、女皇のために俺は我慢したよ。ここからはもっと単純で楽しいことをしよう。戦いだ。戦い？まさか喧嘩が好きなのか。そうだね。宿女はモンドの大聖堂で神を襲い、そして足早に姿を消した。君と戦うよりも氷雪で君の行動を封じたのは、戦いの音で騎士たちが集まるのを忌避したからだ。強者に対して彼女は利益や勝ち負け、その後の影響を優先する。だが俺が執行官になった最大の楽しみは強者と戦える点にある。モンドの時みたいに思い通りにはさせないぞ。ああ、やってみるといいさ、旅人。俺は君を殺さない。俺は戦闘の快楽を味わいたいだけなんだ。付き合ってくれ。君は俺に勝てない。だから勝ち負けではなく俺と同じ戦いを楽しめばいい。そういえば理解できるかな。よし、君もその気なら俺を楽しませてくれよ。